ロサンゼルス郡のコロナウイルス感染拡大防止のための規制は一部緩和が進んでいるものの、いまだに多くの飲食店や小売店では営業が制限され、厳しい状況が続いています。はっきり言って最悪ですけれども、もうこれだけはどうしようもない。レストラン協会のサポートでメディアを通じてディスカウントですとか、あとはプロモーションをですね、発信して、みんな一緒にやってるというのが状況ですね。店舗にお客さんを入れての営業は一部の業種を除き現在はまだ許可されていません。そのためレストランや小売店ではテイクアウトやデリバリー、ネット販売をビジネスの中心にしていく必要があります。しかし特に古くから続く店などはオンラインを介してのビジネスになれず対応が遅れがちです。これに対しコミュニティでは個人や団体のボランティアによるさまざまな支援活動が行われています。こちらのレストランでは、デリバリーサービスの Uber Eats を導入したものの、最初、オーダーが全く入りませんでした。なんでだろうなと思って見てたら、Wi-Fi がなかったんですね。まあどうしようってことで、テンポラリーで、そのオーナーさんの携帯のホットスポットを使って、とりあえず何週間かしのいで、今はそういう環境があるんですけれども、そうですね、だいぶ、慣れてきましたね。やっぱり新しいものを取り入れると時間かかりますけど、僕自身もやっぱり全部財産なんですね。その経験させてもらったり、いろんな話を聞かせてもらうっていうのが、だからお金っていう対価ではないですけれども、私自身がそのコンサルとして成長できるっていうのは将来につながるかなと思って、そういう意識でやってます。リトル東京で24年間店頭販売を続けてきたこの雑貨店は売上がゼロに落ち込み、リトル東京サービスセンターのサポートで今月からオンラインでの販売をスタートしました。オーナーさんと一緒にオンラインショップの設定から、もう SNS のための写真を撮ったり、あと撮り方も教えたり、そういう手伝いを今やってるんですよね。インターネットでビジネスを まさか自分がするとなんて思ってなかったので、今回こうやってね、リトル東京サービスセンターの方に本当に手取り足取り、もうそろそろこれ引退した方がいいかなとも思ったんですけれども、もうこういうね、温かい支援、それからご近所さんのね、温かい応援もあるんで、もうなんとか頑張っていこうと、本当に助かってます。本当に心強いです。リトル東京サービスセンターではビジネス面だけではなく、厳しい状況の中でのメンタル面でのサポートも行っています。精神的、あとまたストレスが溜まったり、誰と喋りたかったら無料で、リトル東京サービスは、プロフェッショナルのセラピストは用意はしてますね。リトル東京サービスセンターは、ロサンゼルス全域でサービスを提供しています。詳しくはウェブサイトでご確認ください。2020年国勢調査が現在行われています。より良い暮らしのために正確な数字が必要です。まだお住みでない方は、2020census.gov で今すぐご回答ください。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト jhollywoodnet.com でもご覧いただけます。